高木選手、よろしくお願いします。お願いします。一応初めましてですよね。そうですね、ちゃんとこう話すのは初めてになるかなと思います。そうですね、まあ、大輔くんの一番長男ですよね、年が。そうですね、長男になります。高木俊之くんが、まあ、僕世代別代表でずっと一緒になっている友達だったので、まあ、弟っていうのはずっと知っていて、はい、で昔から、はい、まあ、高木さん兄弟の中では三男が一番やばいよってなんか僕噂で聞いてたんですけど、なんかそれめちゃくちゃ言われるんですけど。言われるんですか。いや、いやなんか三男が一番みたいな感じですごい言われてたんですけど、まあ嫌だよね、嫌ですよ、僕からしたら別にそんなつもりもないし。まあね、みんないい選手ですからね。みんなこう先に兄貴が全部あのプロになるのもそうだし、それこそ年代別代表入ったりするのも先だったんで、はいはいはい、僕からしたらそういうのずっとプレッシャーと戦ってました、ね、そうなんだ。そっか、これは大輔くんしかわからない悩みだね。いや俺もなんかそれ最近とかじゃなくて、めっちゃ高校時代ぐらいからなんかそういう噂があったんですよね。 なんでなんでしょうね。多分ですけど、僕小学校6年生とかの時とかに、はい、あの全日本少年サッカー大会とかで優勝して、それだ、多分得点王とか取ったりしてたから、はいはい、で多分兄貴2人出てないんで、その大会。ああ、なるほど。それでもう、それでもうなんか出てたんじゃないかなと思いますけど、別にそんなことないですよ。まあ正直比べられないですもんね。だって同じ6年生でプレーしてたわけじゃないですもんね、兄弟だからね。そうですね。だから、うん、まあ僕が6年生の時にそういう大会には出てただけであって。ああ、結果をね、そこで出しちゃったらあまり。そうですね、そこだけだと思います。そっか、それはプレッシャーでした。やっぱり確かにプレッシャーですね。プロってなってたら、ね、自分もプロにならなきゃいけないみたいな、はい、そういうプレッシャーってありました。しかもやっぱ3人ともベルディにいて、ベルディで兄貴2人がプロになると、やっぱそのベルディのサポーターの人であったりとかっていうのも、はい、やっぱこう弟はどんなんなんだろうっていう風で見られるし、関係者の人からも多分そうやって見られるだろうし、はい、それこそもっと大きく言えば、僕の親父が野球選手とかで名前があったんで。そうですよね。だからもう本当常にその名前の圧というか、兄貴からの圧というか、ね、まあでも本当にそれが自分にとってこう、あ、もっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃっていうプラスになってたのかなって今では思いますけど、うん、なるほど、はい、でも逆にそのプレッシャーはすごかったなって今では余計にも思います。それはちょっとあまり考えてなかったな。いや、なんかプレッシャーだろうなとは思ってはいたんですけど、その親だけじゃなくて兄弟もね、はい、一番下ってなったら結構ねプレッシャーはあったと。こういう話結構メディアとかにも言ってます、こういうそういう本音みたいなところって。いや、そんなに話したことないし、あのそれこそ僕がプロになった時に、あの多分僕の親父は感じてたらしくて、あのだから僕がプロになった時になんか本気でねぎらってくれたというか、いや、よく頑張った、まあ本当によく頑張ったと思うっていうふうに言ってくれたんで、まあそれで、まあそのタイミングで、まあやっと同じ土俵に立てたわけだから、うん、ここからはまあ、あの対等に戦えるしっていうふうに話はされたのはすごい覚えてます。なるほどね。まあでも今大輔君言った通り、そのプレッシャーもあったけど、一方でやっぱりあのお父さんであったりとか、まあ、あのお兄ちゃん2人がいたから頑張れたっていう要素もやっぱり相当ありましたよね。やっぱ切磋琢磨じゃないですか。はい、まあ、本当にそこにそのプレッシャーに勝ちたいというか、うん、勝てればあの絶対自分はいけるなっていうふうに思ってたんで、うん、あのまあ、そういった面ではやっぱずっとその兄貴2人の背中を追ってたんで、まあ、そこはすごい僕にとっての大きな存在だったかなと思います。なるほど、なるほど。あんまりね、いろんなところで言われてるから、あんまり兄弟の話ばっかさせるのも、なんか僕もちょっと嫌なんですけど、なんかその、はい、やっぱ子供の時に、まあ、一個、まあ、これは年とかでも聞いたことあったような、ちょっと忘れたんですけど、まあ、お父さんが野球選手だったわけじゃないですか。はい、で、はい、みんな3人サッカーを始めたわけじゃないですか。それってどういう流れでそうなったんですか？はい、兄貴2人が年子で、僕だけちょっと離れてるんですよ。はい、はい、はい。で、まあ、僕もこれ聞いた話なんで、あれなんですけど、あの、はい、それこそ兄、長男の俊之は最初野球を始めて、はい、一応野球を始めたみたいなんですけど、はい、なんか野球ってやっぱりちっちゃすぎると、そうなんですか、危ないから、あんまりボールに触らせてもらえなかったりとか、バット持たせてもらえなかったりとかで、
はい、まあ悪く言えばこうなんですか、玉拾い感覚というか、はいはいはい、みたいな感じが多かったみたいで、うんうん、でそんな中で次男の義明がサッカーを始めて、サッカーやりたいっていうふうに言って始めて、はいはいはい、でまあサッカーってあのボール一つをこうよく言うちっちゃい頃、うん、団子サッカーっていうか、はいはいはい、もうボールにみんなが群がるから、はい、で自分で練習するのもボール蹴ってればっていうので多分すごい楽しくて、はいはい、でそれで多分としゆきは多分義明のサッカーを見に行って本当にそれが多分楽しそうに見えて、はい、こうなんですか動き回ってる義明を見て楽しそうに思ったのか分かんないんですけど、はいはい、でそれをとしゆきが父にこう俺もサッカーやりたいっていうふうに伝えて、はい、で親父ももうやっぱこう野球やってほしかった多分気持ちもあったから、はい、でその時の話を聞くとその何メートルかとか分かんないんですけど、はい、あのこっからここをあの何秒以内で走り切れたら、はいはい、じゃあサッカーやっていいっていうのを父が都市に命じたらしくて、はい、すごい話でそれをまあ俊之もあのちゃんと秒数以内にクリアしてサッカーを始めたっていう話を聞いて、はいはい、でそれをそのちょっと僕らが大人になってからというかあのいろいろ分かってから余計聞いた話だと、はい、その秒数は別にどうでもよくて、はい、俊之がどれぐらいそのサッカーに対して本気なのかっていうその顔を見たかったらしくて、なるほど、でまあ俊之の顔もすごく本気だったしそれが伝わったからもうこれは野球やっててもダメだなって思ったみたいで、はいはい、あの本当にサッカーやっていいっていうなって、はい、でまあそんな中僕はやっぱこうあの少年団って結構お母さんが手伝いに行かなきゃいけないじゃないですか、はい、あ、はい、そうですね、当番みたいなありますね、そうそう、なんで、うん、あの僕はどうしても末っ子なんで、はい、そこの母についていかなきゃいけなかったんで、あ、確かに確かに、でまあ母も僕を見続けることはできなかったからその周り の、はい、あの保護者の方々が僕と一緒に遊んでくれてたのがサッカーだったんで、はいはいはい、だから僕はもう本当にそのまま成り行きでサッカーを始めて、あの 兄2人が入ってた少年団にあの、うん、結構早い段階から入れてもらったっていうのが経緯かなと思います。へ、うん、それすごい話、それ結構有名な話です、これ言ったことありますかね。いや、どうかな、分かんないですけど、あの僕は結構その話をすごくあのうん、すごい話だなっていう、いや、すごい話これ結構なんか教育っていうか僕も親でね子供がいるんですごい参考になる、はい、なんか結構親ってやっぱり他人の子供だったらなんかそういう冷静な目線で声かけしたりとか接することができると思うんですけど、自分の子供ってなった瞬間にめっちゃ力入るんですよ、やっぱ親って。うん、だからなんかこ う、ね、うん、あれやれこれやれって言っちゃったりとか、まあ、自分が例えばね、うん、まあ、お父さんの野球やってたら野球どうしてもやらせたいっていう思うのは普通自然なことだと思うんですけど、そうですね、ただその本気度を見たかったっていうのは自然とその風にね持ってったっていうのは結構すごい声かけというか、まあだから多分本当に自分の父親がアスリートだったからこそそういう発想が生まれたのか分かんないんですけど、うん、確かに確かに、だそういう僕の父もそういう教育をされてたのか、うん、分からないですけど、で僕もあの息子がいるんで、はい、あのまあそういうところは、まあ、何をするか分からないですけど、まあ、取り入れてみるのは面白いのかなと思ってます。そうですね、やっぱでも親がやってるものをやるっていうのが多分子ども自然な流れだと思うんですけど、結構やっぱ難しい部分もありますよね、自分が言いたくなる気持ちが出てきそうですね、はい、あ、結局どうしてもまあ僕がサッカー選手であって子供がサッカーをやって、はい、ある程度の年齢を重ねるとどうしても多分僕らは競技が違えどやっぱり父の名前が先行するぐらいだったんで、まあ、そういった目で見られるっていうのはあの、うん、結構序盤に言ったように結構やっぱプレッシャーにもなるし、はいはいはい、だから僕自身はもう強制的にこう子供に絶対サッカーをやってほしいとは全然思わなくて、うん、なるほど、ただそのあの僕がしてもらってた教育の中でその何か自分が本気になるものを見つけてくれれば僕はそれでいいかなっていうのはすごく思うし、はいはいはい、やっぱそれを見つけたのであればそこにまっすぐ進んでいくことが一番なのかなとは思ってるし、それが僕ら3人はただサッカーだったので、はい、そこが一番大事かなと思ってます。
なるほど。もう本当にプロのアスリートだからこその発想かもしれないですね。これが、そうですね、ちょっと言ったら悪いですけど、そのアスリート、まあ、サッカー選手を目指してた人、あの大人とか野球選手を目指してた大人ってたくさんいるじゃないですか。で、よく結構あるあるなのが、その自分が達成できなかった夢とかを子供に託すパターンってあるじゃないですか。うん、そうですね。押し付けちゃうというか、うん、押し付けてるつもりはないんだけど、どっかで押し付けてるように子供は感じてしまうみたいな。そうですね。はいはい。そうそう。それで結構難しいところだから、結構やっぱりプロアスリートだからこそこう、多分僕らあんまりこう親からぐわーったこうだこれやれあれやれってなってアスリートになった人ってあんまり少ない気がするんですよ。このそうですね。Jリーガーブログの対談聞いてても、はい、結構自由に、はい、好きなことを夢中なことを本当やらせてもらってたみたいなことで、結構そういう選手が多いから、ね、これは少しあのもちろんねプロになれるかわからないけど、その子どもの成長にとっては一つヒントになるかもしれないですね、そのあたりは。うん、本当そうだと思います。うん、なるほど、なるほど。だからそんな大輔くんがなんか幼少期に意識してなんかこうやってたこととか、トレーニングしてたこととか、意識してなんかこう取り組んでたことって何かあります？意識して取り組んでたこととかは、僕本当でもリフティングとかすっげえ下手くそで。そうなんですか？ドリブルとかも本当にめちゃくちゃ細かいドリブルとか全然できなくて、それこそ僕基礎の練習がすっごい嫌いだったんですよ。ただもう点を取りたい、点を取るとか、はい、目立ちたいっていうのが一番だったんで。なるほど、なるほど。だからそれこそ少年団にいた時とかはもう本当点取るためなら何でもするみたいな感じでした。そうなんですか。もう何すか、敵をなぎ倒すって言ったら変ですけど、はい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 、もう突っ込んでいくような感じの選手だったんで、うん、まあ、フィジカルもねありますしね。そうだから、まあ今となっては本当にちっちゃい時もっとリフティングとか本当細かいこととか練習してたらもっと今違ったのかなとかすごい思いますけど、うん、けどなんかそのそういうことが全てじゃないよっていうのは僕は今伝えたいなと思うのと、うん、なるほど。まああとは本当に僕は小学校3年生からヴェルディの育成組織に入ったんで、はい、もうそこで、まあ、あのすごくいい指導者に出会えて、本当にそこからシュート練習だけはもう狂ったようにやってました。いろんな形のシュートを教えてもらって、もうそこだけは誰にも負けたくないっていうような感じで、もう幼少期はとにかくシュートだけはずっと打ってました。なるほど。結構僕も次男なんですけど、なんか兄弟のそのポジショニングでもその人の性格ってかなり変わるかなと思っていて、例えば大輔くんだったら三男なので、やっぱりこう負けたくないとか、そのお兄ちゃんに負けたくないとか、やっぱりその上が先に目立ってたから自分もそれより目立ちたいっていう思いがポジション的に結構強くなるようなところにいたのかなっていうのは若干ありますよね、環境がそうすれば。本当に三兄弟とも負け本当に負けず嫌いなんですけど、はいはい、多分その中でも誰よりも負けず嫌いな自信はあります。そうなんだ。何に対しても本当にやっぱりそれこそテレビゲームとかもそうですけど、兄弟でやってても絶対勝てないんですよ。だからそこで負けても本当僕壁とか蹴っ飛ばしたりしてたんですよ。そっか、差があるからなかなか勝てないですね。そうそうそう、もう勝てないのが当たり前なんですけど。確かに。けどそれでも本当に何だろう、そういう人に挑んでいくことも僕は苦じゃなかったし、はい、それこそヴェルディで一番最初小学校3年生で入った時に、うん、毎週金曜日かなんかにヴェルディのそのスタッフ、あの、はい、ジュニアユースとかジュニアとかユースのコーチングスタッフ対僕ら選手で毎週ミニゲームやってたんですよ。はい、でもちろんやっぱ小学校4年生からしたらそういうとこのスタッフってすごい上手くて、上手いですよね。で結構チンチンにされたりとかして、はい、ですごいあのなんだろう、バカにされるというか、負けたらすごい煽ってくるんですよ。で本当にそれこそあのユースの選手とかが練習してる端っことかでやってたんですけど、はいはいはい、で僕ら負けたらあの本当になんだろう、客席みたいなとこがあって、はい、そこで僕らあのカエルの歌とか歌わされてたんですよ。負けたら、そんなことさせられるんだ。もう僕らからしたらすっごい屈辱的だったし、屈辱ですねそれは。だからもうなんとかして絶対勝ちたいって思って、本当にそんな時僕は本当にいろんなそのスタッフの足ごと蹴っ飛ばしたりしてたんで、ムカつきすぎてムカつきすぎて削りに行ったんですよ。だからまあそんぐらいの、でも本当にそういう精神は大事だっていうのは常々教えられてきたんで、はいはいはい、
もうそこのスタッフそういうことがあったから、まあ、僕は本当により負けず嫌いさが増していったのかなと思うし、まあ、やっぱそういうところで悔しいと思えないと本当に上にはいけないんだなっていうのはその時から覚えてます。確かに。それって大体チームメイトとかその、ね、他のライバルとかとそういう、ね、感覚になるんでしょうけど、家庭でそれが起きてたっていうのはすごいことですよね。そうですね、常にもうやっぱみんなで外で遊ぶってなったら、うん、3人で公園でサッカーしたりとかしてもやっぱ1対1だったりしても絶対に勝てないし。そうですよね。けどあの日が暮れても僕は兄貴たちに挑みに行ってたし、はいはい、最後一人で兄貴二人が前歩いて帰ってる中、後ろ一人で泣きながら歩いたり帰ってしてるんで、すごいですね。大輔くんのその環境が今の、そうですね、高木大輔を作り出した。そうですね、ある意味本当環境には恵まれてたなと思います。環境でちょっと全て決まるところありますね。そうですね。OK です。じゃあ、ちょっとまあ、あの、これいろんな選手たちにも言って聞いてるんですけど、あの、まあ、はい、これね、一つじゃないと思うんですけど、そのプロサッカー選手に、はい、まあ、僕もまあ含めて、まあ、大輔君もそうですけど、ちょっと待ってくださいね。はい。一応僕らってこう一応夢を叶えたわけじゃないですか。幼少期にそのサッカー選手になりたいっていう夢をまあこう叶えたと思うんですけど、まあ、やっぱりまあいろんな選手と話してると夢を叶えたにはやっぱりこう理由がやっぱりあると思うんですよ。みんなこうたまたま叶えてない、そのある日突然サッカー選手になってないと思うんですよ、僕らって。そうですね。なのでその大輔くんが思うプロサッカー選手になるためにはこれが必要だよっていうことをまあ、一つというか簡単にバシッと言うんだったら、なんか何って答えますか？それは例えばですけど、何だろう、子供たちに対して伝えることでいいですか？っていうか、いや、もう、うん、自分の思ったことでいいですか？あ、全然自分の思ったことで大丈夫ですよ。それこそあのもちろんプロになりたいから誰だってすごい練習はするし、はい、あの何だろう、もう、まあ、練習するから、僕がすごいプロになってみて思ったのは、はい、あの自分の嫌なことにどんどんチャレンジすることと、うん、あとはその人との出会いがすごいプロになるためには大事だなっていうふうに思ってます。大事ですね、めちゃくちゃ。そこが僕は、まあ、もちろんそのね、プロになるためにたくさん練習しましたとかっていうのは本当にザラな話であって、うん、はいはい、多分そういうのを感じてないだけであって、多分プロになってる人って絶対そういうあの自分を変えてくれた指導者であったりとかっていうのに絶対出会ってると思うんで、うん、出会ってるね。やっぱそういうところであったりとか、そういう人をどれだけ大切にできるかっていうのが、うん、あの本当プロになるのもそうだし、プロになってからも自分を、うん、あのもう一回導いてくれたりすると思うので、そこは僕はすごく大切なところかなと思ってます。なるほど、なるほど。確かに、まあその大輔くんがその嫌なことに立ち向かう、なんか自分が苦手なことって例えば何だったんですか？これまでこう課題として克服してきたことって、例えば何か挙げるとしたら。それが最初に言ったら、僕基礎的な練習とかすごい苦手で、ずっと下手くそだったし、下手下手言われてましたけど、はいはい、でもあいつ本当シュートだけは上手いからなっていう風な感じだったんで、もう本当にもういくら下手くそって言われてもいいから、うん、もう本当にその点を取るところだけはもう誰にも負けないようにしたし、はいはい、ただでも本当にプロになる上では絶対そういうところも必要なんで、はいはい、あの家で苦手なリフティングとかも誰よりもやってたつもりだし、あの細かい練習だったりとかもやってても、やっぱ今でも本当にあの下手くそなんで、はい、でも本当にその点取るため の動きであったりとかっていうところとか、うん、点取るパターンとかっていうのは、はい、あのたくさんやってきたつもりだし、そういうのを本当口酸っぱくずっと教えてきてくれた人がいたんで、はい、あの今の自分があるのかなっていうのは思ってます。なるほど。自分の得意なところはそのままこう本当に剣のようにぐーっと磨いて尖らせて、で、ね、で足りない部分はこうぐーって磨きをかけてっていう、はい、そこでこ う上げてて上げていってっていう。なるほど、ね。はい、それはめちゃくちゃ大事だし、あと出会いっていうのも確かにな、なんか僕らは何気ない感じしてるんだけど、振り返ると、あの出会いなかったらもう結構終わってたなみたいなことありますよね。そうですね。それこそ本当にプロになってもあのその小学生の時に教えてもらったこととかは今でも残ってたりするし、はい、残ってる。だからやっぱそういう自分を変えてくれる人っていうのには、何気ないところで出会ってるけど、はい、うん、
けどやっぱその人が本当に自分の人生にとってどれぐらい大切なものなのかっていうのは本当にいつそういうのが現れるか分かんないんで、はい、それがもちろん人との出会いがポジティブな方もあればネガティブな方に出てしまう場合もありますけど、うん、まあ、ポジティブなところは本当に自分は多いのかなと思ってます。なるほど、まあ、結構ね生まれた環境で左右されてしまうってことが若干あるのが酷なんですけど、やっぱり教育だけは平等であってほしいと思っていて、そうですね、だからこういう、はい、あの動画であったりとかがなんかこの地域に生まれたからサッカー選手を諦めなくちゃいけないとかすごい残念じゃないですか。そうですね、それこそ僕サッカーの指導者だけではなくて、うん、あの小学校の頃の担任の先生にもすごく僕はあの、はい、感謝してるというか、すごく支えてもらってたりもしてたんで、そういう小学校の教育の場っていうのは、はいはい、多分みんな平等だと思うし、みんなこうちゃんとした先生がいてっていう風な風になると思うんで、はいはいはい、そういったところの、 あのサッカー以外の出会いっていうのもすごく大切だと僕は本当に心から思ってます。そうですね、はい、なるほどなるほど。で自分からね選べる選んでいくっていうのは子どもの時は難しいかもしれないけど、ちょっと親がね そういう人につなげてあげるとか、ね、親がちょっと環境を整えてあげるとか、はい、そういうことはね、うん、できると思うし、まあ、今だったらオンラインとかでこう話を聞く、まあ、これもそうかもしれないですけどそういう、こう、はい、サッカー選手がプロのマインドをこう、ね、学べるっていうか盗める時代にはなったから、そこはなんかね、はい、うまく活用してほしいなっていうふうに思いますよね。そうですね、です。そしたら最後にあの、まあ、本気でねプロサッカー選手を目指している子どもとか、まあ、それを支える保護者様が結構見ていると思って、はい、なんか一言こう子どもたちと最後その親にこう伝えたいことみたいな感じ、簡単でいいのでお願いします。はい、まあ、本当に自分の夢であったらなるサッカー選手になりたいっていうために本当に努力するところっていうのはもちろんだし、もちろん何回もこうあちょっとダメかもなって思うところはあるかもしれないですけど、やっぱそこにこう諦めず、あのさっき言ったように嫌なことにこうどんどん立ち向かっていくってところが、あの一番やっぱあの自分を成長させてくれると思うし、あのそれこそあのサッカーって技術だけじゃなくてやっぱメンタルもすごく大事な、心も大事なスポーツだと思うんで、はい、あのそういう自分が嫌だな、辛いなとかしんどいなって時にやっぱ自分がもう一つ成長できるチャンスだと思うので、挫折しそうだったりこうくじけそうになった時こそあのもう一回頑張ってみようっていう風な、そういう気持ちが一番大事だと思うんで、はい、あのそういったところに立ち向かっていってほしいなっていうのはすごく思いますし、あのそれを支える親御さんに対してはあの僕はちょっとこう特別な環境というか父がアスリートだったとかっていうのはいろいろありますけど、はい、あの本当にとにかくその子供が夢中になってるところことをあの邪魔しないであげてほしいって言い方は悪いですけど、子供が本当に夢中になってやってる、例えばサッカーなのか別の競技なのか、それとも、まあ、あの例えば水泳だったりとかいろいろあると思うんですけど、そういったところを本当に本気で応援してほしいなって思うし、あのそれこそ子供がめげそうになってる時は本当にケツを叩いてほしいなっていうふうに思ってるんで、はい、うん、それが本当にあの親子で夢を叶えるところに絶対つながってくると思うんで、うんうんうん、あのそういうふうにあのサポートしてもらえるのが一番子供は嬉しいと思うんで、あの、まあ、僕も子を持つ親としてあの、はい、そういうふうになっていければいいなと思うので、はい、そういったところサポートしてもらえればと思います。OK です。いやもう本当めちゃくちゃいい話が聞けたんで、もう永久保存して、いやいやありがとうございます皆さんに届きますようにこういう話が、はい、よろしくお願いします。 OK です、はい、よろしくお願いします。では本日は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。